マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエットしたいけど難しいことは続かないなんてことありませんか？私も過去ありましたから、そのお気持ちよくわかります。そこでこの動画をご覧いただくと、飲むだけで痩せるダイエット法がわかるんです。もしあなたが痩せたいけどもう簡単にダイエットしたいな、何かいい方法ないかなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せる水の飲み方3選をお伝えしていきます。今回のお話の流れはこちらです。1つ目、水のダイエット効果とは。2つ目、痩せる水3選。3つ目、飲み方の注意点についてお伝えしていきます。では1つ目です。水のダイエット効果についてお話ししていきますね。まずお水を飲むことで、あなたの腸内環境が整っていきます。そして腸で血液を作っていますから、その綺麗なね血液が全身を巡ると、やはりいろんな臓器、体の機能が上がる、まあ、結果代謝もアップするわけです。なのでもう命のね元ですよね。お水をいかに上手に飲めるか飲めないかで、あなたの体型もそして体調も変わってくるんですよってことです。またお水を飲むことで血行が促進されたり、そしてその後に代謝アップも待っているわけですから、いかにこのお水を日頃の生活に取り入れることができるかっていうのがとても大切になってくるんですね。では2つ目の項目です。痩せる水3選ということで、その1つ目はこちらです。天然水になります。まずは腸内環境整いますね。その結果痩せ菌たちが増えますから、どんどん痩せ体質へと根本的に生まれ変わることができるんです。2つ目血行促進であったり、3つ目代謝アップ、4つ目デトックス効果、5つ目ミネラルが豊富ということで、もう天然水です。ノンカロリーですね、ノンカフェインですよ。こういったお水を飲むだけでこんなにもダイエット効果を得ることができるんです。でここでただしポイントなんですけれども、硬水軟水とありますね。硬水というのは、まあ、結構海外から輸入されているお水たちですね。こういったのは便秘の方向きです。逆にお腹がちょっと緩い方っていうのはね、硬水は合わないので、軟水の方を選んでみてくださいね。では痩せるお水2つ目はこちら、白湯になります。なんといっても白湯を飲むとですね、あなたの内臓がもうポカポカと温まります。そして体温が上がるだけで、なんと代謝が上がっちゃうっていうね、すごいお水になりますよね。ですから天然水を温めるとさらに効果がアップということです。そして脂肪を燃やしてくれたり、消化や代謝をアップしてくれたり、そしてデトックス効果やむくみ改善効果も出てくるというね、この白湯もおすすめなんですよ。では3つ目の痩せる水はこちら、無糖の無添加の炭酸水になります。まずはこの炭酸の刺激が腸の蠕動運動を活発にしてくれるので、要はこう刺激が入りますからね、ますます腸が元気になってくれるんです。そして2つ目、消費エネルギーがアップします。炭酸ガスがこう体内に入ることでね、また元の状態に戻そうって頑張りますから、結果消費エネルギーがね、まあ、どんどん増えて痩せやすくなるってことなんですね。そしてまた疲労回復効果もありますから、炭酸水はですね、無糖の無添加のものであれば適量飲むと疲労回復にもとても役立つお水なんですね。では3つ目の項目です。痩せる水の飲み方注意点についてお伝えしていきます。とっても大事です。いくらいいお水でも飲み方を間違ってしまうと逆に太ってしまうからなんですね。まず1つ目です。水は1日あたり 1.2 から 1.5 リットル体重に合わせて飲んでください。水分と言われるのはですね、何もそのお水以外にもありますよね。お茶とか、あとお味噌汁、スープなどなど水分でたくさんあるんですが、そのお水がですね、一番体液を巡らせる役割もしますから、イコール
ダイエット効果が一番高いのがね、水なんですね。ですから私もそうなんですけれども、1日の水分摂取量ですね、9割方水を飲んでます。今お伝えしたね3種類、それ以外は痩せるお茶とかリンゴ酢ドリンクとか味噌汁とかスープ、そういった別の部分の水分を取りますが、体液を巡らせて痩せるためにはそういったカフェイン飲料とかね、スープとかそういったのは入れません。1日とる水分摂取量には含みませんので、必ずいろんな水分を取るんだけれども、メインはお水、8割9割方お水取っていただきたいなと思います。そういったのでお水だけで 1.2 から 1.5 リットルですよってことをお伝えしたいと思います。で2つ目、常温やホットで飲みましょうです。いくらダイエット効果の高いお水といえども、キンキンに冷やしたものとかガバガバ氷を入れたね、もう冷たいっていうのはね NG です。なぜかというと腸が冷えますよね。そうするとお腹が冷えてしまうと腸が動かなくなってしまうので、どんどん代謝が落ちて太ってしまうというその悪循環になりますから、まあ、何もお水に限ったことではないんですけれども、冷たい飲み物食べ物っていうのはダイエットの大敵ですから気をつけていきましょう。で最後3つ目、無添加のものです。よくですね、私先生お水飲んでますという方いらっしゃって、あ素晴らしいって言うんですよね。ただよくよく聞くとですね、香料が入ってるんですよ。例えばヨーグルト風味の水、リンゴ風味、桃風味の水、まあ、要は香料ですね、人工的なものが添加されている良くない水をいいんだと思って、お水だと思って飲んでる方もね結構多いです。あの甘くないからね、香りだけだったらいいだろうと思って飲んでる方太ります。あの甘いねお砂糖や人工甘味料が入っているごくごくこう飲みやすくしてるお水も太りますけれども、そうではなくて甘くないんだけれども飲みやすくこう香りフレーバーですよね、そういったのが入っているの飲んじゃダメですよ、太っちゃいます。なぜかというと、そういった添加物を内臓に入れるっていうことはですね、腸とか特に肝臓が疲れちゃうんですよね。そうすると動かなくなる、上手に。そうするとどうなるかっていうと代謝が落ちてしまうんですよ皆さん。なので絶対に添加物が入っていない、そのままお水だけ、炭酸ならもう水とね二酸化炭素だけのみでできているものをね選んで飲むようにしてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のお話まとめは、まずはお水はダイエット効果が高いんですよでしたね。そしてそのためのお水を3つご紹介しました。あなたのペースで飲みやすいところからね始めてみてください。そして最後に、飲む量であったり添加物が入っていないもの、こういったものがとても大事なんですよってお話をお伝えしました。この動画のお話は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。